奴らは実にずる賢い。だが匂いの元を見る必要はない。この血は実に強烈だ。狩人よ、冷酷なほど。以前にあれを飲んだ時は確か私は死んだように眠って黒い油汗をかいた。本当だ。なるほど、死なないようにな。ストーカーがこっちを見ている。いや、こっちが見ている。その赤い目に映る私たちの姿を見ようと思ったんだよ。いや、その目はくすみ動かない。彼らは母なる製造所で明確な目的を与えられているのだ。そう、捕食だ。奴らはひるまない。野生に溶け込んでる。そう、完成体だ。奴らは武器に過ぎないんだ。私はうろたえた。今まさに頭蓋骨を割られようという時に斧のことを理解しようと思うか。いや、違う違う、それだけじゃないんだ。斧は鉄だったことを覚えていない。だが機械たちは覚えている。鉄の世界を絶望しながら。ちょっと理解に苦しむな。ならば私の口を開けて中を見てみることだ。洞窟だよ、小玉と記憶の洞窟さ。機械たちのな。お前はその神経が図太いな。それに体も丈夫。ああ、初めは倒れたサンダー状のバネのところを飲んだ。電線が水鳥のように泣き叫んでいた。まあ、お前なら巨人を倒すのもたやすいだろう。私を試してる。違う。必然性を試してる。ああ、奴らの足音を感じるだろう。お前を東の谷に引き寄せる。次はサンダー城ってこと？まあいい。
してるのが私じゃなきゃびっくりだな。